池袋の暴走事件についてはどう思いますかまあ、これ、僕は、YouTube、サブチャンネルの方かな。えっ、ー、と、田村敦の休日の方で、えー、流してると思います。池袋の、あのー、事件については。えっ、ー、と、いえっ、ー、とな、えっ、ー、と、容疑者の方の名前忘れちゃいましたけど、まあ、あの方がね、上級国民つって叩かれてるのは、あのー、記憶にあったらしいですが。 まあでも無罪をね、主張されてるんで、僕はもう本当、残されたのお父さんの気持ちになって、子供2人と奥さんを同時に亡くしてしまって、で、捜査ミスだってね、あの方、飯塚さんだっけか、飯塚さんはおっしゃってますけど、僕は、んその新聞とかニュースのデータしかないですけど、 まあそのデータだけで言うと、なんか、トヨタのプリウスになんか欠陥がないとそういうふうになんないんじゃないかなと思うんですよね。で、あの方のプリウスだけが、すごく異常な、異常作動をしたとかっていうのも、なんか認められてないわけですから、まあ、裁判の結果出ましたよね、確か今日じゃなかったっけど、禁固刑7年みたいな。なので、僕はまあ、 あの方はその無罪主張をするのではなくて、もう人生の閉じ方として、自分が実際にえ運転していたのは飯塚さんで、その方が命を、もう尊い命を奪っているので、そこは、まあでも本当に、いやいやいや、命を奪っているんですよ、3人の。なので、そこの、 ことを、彼は全くこう、なんていうんですかね、私は悪くないんだってこう言い切ってしまうアナウンスの仕方も僕は、なんかちょっとやるせないなと思って。苦しいですよね、あの、事件のことを。判決は9月ですか。そう、無罪主張をしてほしくないんですよ。僕もそう思います。無罪ではないでしょうって、その、無罪主張されたらそのお父さんの気持ちがさ、 私の大切な家族をこう引き殺しておいて、それで無罪を主張されてもっていう、車のせいにね、しようとしてるのかね。まあでも実際本当に車のせいだったとしても、仮に車のせいだったとしても、あなたが奪った命は元に戻らないし、そのことについてあなたはどう思ってるんですかってところなんです、僕は。感情としては。休憩だけが出たんですね。